はい、今回はまあね、画面にも表示されているんですけれど、野島さんで購入した iPad の件の続報動画にしようと思います。一応ね、あの前回の動画で iPad、 新型 iPad ね、6世代かな、第6世代の iPad が発売されて、まあ Apple ではね、Apple の公式サイトではまあちょっと早めに販売をしていたんですけれど、まあ量販店ね、家電量販店、大手家電量販店かな、でも公式で数日遅れで販売が開始されて、まあ3月ね、30日からこういう家電量販店でもね、購入できるっていう画面の方がね、できてきたので、まあ自分の場合は少しでもお安く購入したいなってことで、野島さんが多分最安で購入できる方法があったのでね、購入しましたよという動画を前回アップさせていただきました。で、まあその時点ではね、入荷次第発送だったので、まあ、いつ来るかわからないけど、まあ、できたらね、販売日とかに来たら嬉しいな、発売日とか、発売日翌日とかですかね、に来たら嬉しいな、とか思って注文しました。で、実際に、今、3月31日になってるんですけれど、まあ、商品の方は届いていません。まあ、発送通知も来てないんでね、当然なんですけれど、なんで今回ね、動画の、突然取り出したかというと、まあ、届いてないのは別に問題ないんですよね。まあ、予約でやって、在庫が来次第、まあ、予約の順番なりでね、発送されてくるのかなってことで、まあ、安くも買えたからね、まあ、ちょっとぐらい時間かかっても仕方ないかなっていう部分もあって注文したんで、そこはいいんですけれど、昨日ね、夜突然、メールが来たんですよね。で、自分、もしかしてそれ発送通知だと思ってたんですよ。野島さんからメール来たから。お、発送通知来たのかよ、もしかしてと思って。あ、これ31日来るパターンじゃないと思って。で、見たら、まだね、取り寄せ中ですと。まだ来ていないので、まあ、来次第ね、まあ、準備ができたらご連絡しますよ、みたいなメールが来ました。ね、それ別に普通じゃん、みたいなね。その時点で、あ、そうなんだっていう思うのが普通だと思うんですけど、なんでね、自分がそれ発送通知だと思ったかっていう点が一個あって、実は、予約注文かけた後に、まあ、やっぱ気になりますよね。自分が注文した時この状態ですね。予約っていう表示だったので、いつ来るっていうのが記載されてなかったので、うわ、どうなってるのかなと思って。で、3月30日発売なんで、もしかしたら、野島さんがね、ショップ始まる時間ですかね、普通の営業時間になったら、この予約がね、販売中だったりとか、まあ、在庫切れなり、まあ、追加で予約、とかね、まあなんか表記変わるのかな、発送目安が変わるのかなみたいな、1ヶ月待ちとか数週1週間待ちとかね、3日待ちとかわかんないけどと思って確認したら、在庫ありって表示されたんですよ。マジかと思って。で、在庫ありのなおかつその日のうちに注文すれば翌日届きますよって、30日に見た時点で今日中に注文すると、まあ何時間以内にね注文すると明日届きますよって表記がされてて、おマジかと思って、あ、在庫販売してるってことは、まあ、間違いなくね、在庫分、通常販売分よりも予約の方が優先されるべきなのは当然だと思うんで、予約してるんでね、こっちは。マジかと思って、在庫分があるってことは間違いなく、予約してる自分はね、発送されるんだろうな、と思って、夜待ってたんですよね。で、来ないなと思って、発送通知。来ないなと思って。いつ来るかなってね、やっぱこういうね、新しいもの買うってね、ワクワクして楽しいですからね。で、ワクワクしてで待ってたら、手配中ですってメールが来て、え、意味がわかんないと思って、え、だって通常販売してるじゃんと思って、在庫のね。で、その時に確認したんですよ、もう一回。あれ？在庫ありになってたのに、なんでないの？と思って。で、そうしたら、発送目安がまた戻ったんですよ、予約にね。この予約のやつに戻ってました。あれ、在庫なしになったかな？一回わかんないけど、予約か在庫なしか。まあ、もしくは多分未定かな、発送目安とかが多分表示されたと思うんですよ。あれと思って、自分確認した時に在庫ありに確実になってたから、ね、在庫分があるのに、予約より先にね、通常注文が届くっておかしいからね、なんだろうと思って、野島さんに問い合わせしました。で、どんな返事来るのかなと思って、まあもしかしたら表記ミスなのかなと思ってね、在庫。出しちゃったけど実際はなかったんですよみたいなのが来るのかなと思ったんです。まあ仕方ないかなと思いつつも、ただもうね、自分のワクワクがあったんで、このワクワクどうしてくれるんだよって部分を、まあちょっとね、まあ八つ当たり、まあ、っていうのにもなっちゃうかもしれない、申し訳ないんだけど、送ってみました。で、そのね、内容がこちらになります。小さいな文字、ちょっと待ってくださいね、今メモ帳に行ってるんですけど、見れるかな、ちょっと
あ、大きくできないのか。ちょっと待ってください。近づけるんでね。ちょっと見にくかったら申し訳ないんだけど、こんな感じです。一番上がね、これ、最初自分が送った内容なんですけど、新型の iPad を予約購入したのですが、今メールが来て、商品手配中になっていました。私が注文した、あと数時間後に確認した際には在庫ありの状態で本日注文で、明日には届くと表示になっていました。すでに予約している状態で在庫ありの状態表示がされていたので、予約分が確保された上での在庫があるのだと思って楽しみにしていました。商品の注文状況を見る限りでは、発送処理等もされていない状態のようですが、予約している状態で在庫があったにもかかわらず、商品手配中なのはなぜなのか教えてください。来たね、メールがね。発送通知ではなく、商品手配中っていうのメールが来たので。で、野島さんでは予約分よりも先に通常注文が処理されるのですかっていう質問をさせてもらいました。まあ、よくわかんないからね、内容が。で、そしたら、待って。あ、これいいね。スマホの倍率上げた。まあ、ちょっとね、画質の荒れるかもしれないんですけど、ちょっとね、iPhone の録画2倍にしてみました。で、これが返事ですね。レベル2のやつがね、返事。ここね、返事。で、野島オンラインの、なんともだよね、若食うん、わかんない。読み方わかんないですけど、と申します。まあ、野島さんと申します。いいね。毎度ありがとうございますと。お問い合わせいただいた件でございますが、当店にて確認いたしましたところ、確認してくれたんだよね。うん。ご注文のタイミングでは、在庫ありにて表記されておりましたが、まず、自分が注文した時は予約、あくまで予約だったんで、在庫ありとは表示されていませんでした。当然だけどね、予約、かっこ在庫ありって表示、野島さんで見たことはないと思うんだけど、あるのかもしれないけどね。自分は見たことがないし、今回の注文も、もちろん予約で、あくまで、表記としても下の方、てか注意事項に入荷次第の発送になるんでっていうことは記載されていました。なんでまあそれはね、了解してたんですけど、こちらの言い分、野島さんの言い分としては在庫ありで表示されていたようです。で、ご注文確認後に取り寄せとなってしまっております。うん。なんで、在庫ありってなったけど、ご注文確定後に取り寄せとなってしまっております。だから、うん。なんだろうね。自分が多分見た状態、注文までの間のラグで売り切れてしまったみたいな言い方をしていると思います。この状態だと。で、誠に申し訳ございませんと。で、まあ、ここから先はね、まあ、大人気商品なんでね、まあ、時間かかってしまうかもしれませんよっていうのと、まあ、もしかしたらね、まあ、こうなんだけどね、もしかしたら、早く手配できる場合は、まあ、連絡とかしないでね、送る場合もあるんですけど、まあ、その際は了承してくださいねっていう内容が来ました。あれと。素直にね、ただただ、在庫あり表示は間違いでしたよ、とか、まあ、在庫あり表示にはなっていたんですけど、実際はなかったんですよ、だったりとかね。まあ、いろんなそういう内容で、まあ、誤表記してしまったって、まあ、ね、どんな大きな企業でもミスはあるのでね。まあ、そういうのが返ってくるのかなと。もしくは、お取り寄せっていうメールが間違いで、実際は発送したんだよっていうメールが来たら一番嬉しいなと思ってね。待っていた内容はこれでした。なのでね、自分はこんな感じでお返事いたしました。お返事いただきありがとうございます。適当な返答はやめてください。まあ、強めに言ってみましたね。まあ、明らかに、向こう側が調べていなくて適当に返事しているのは間違いないっていう状況だったので、まあ、どこまでしっかり調べたのかがわからないんですけれど、まあ、今の内容的には多分、相手側としては、こういうメールがよく来る。予約したんだけど、来ないんだけど、どうなっているのっていうのと多分捉えたと思うんですよね、向こうとしては。まあ、一日ね、ものすごい数の問い合わせが来るので、反射的に返事をしてしまっているんじゃないのかなって思います。まあ、そこをね、悪いとは言いませんけど、まあ、明らかに適当だったので、まあ、適当な返答はやめてくださいと。で、私が注文した際には、予約表示で在庫ありの状態ではありませんっていうのをまず説明しました。もう一回ね、一番最初のメールの内容が分かりにくかった可能性もあるので、しっかりと言いました。で、深夜に予約注文後に予約表示がどうなっているのか気になり、商品ページを昼頃に確認した際に、在庫あり表示で本日に注文で明日到着の表示が出ていたのでっていうのをまあ伝えました。どっかな？待ってくださいね。ここか。ちょっとずらさないと見えないね。うん。で、当然注文のタイミングでは予約表示で入荷次第に納得していますが、予約注文後に在庫ありが販売していた状態を確認したのでご連絡させていただきました。しっかり調べれば、私が注文した際には予約表示でその後に在庫ありで販売しているデータが残っているはずですと。
で、早急に調べてくださいっていう感じでね、ご連絡させてもらいました。で、そしたらね、もう一回、今回はね、すごい早く返事返ってきました。さっきのメールはね、結構時間かかったんですけど、今回ね、その返事に関してはめちゃくちゃ早く返ってきて、これですね。で、また同じ人ですね。まあ、読み方わかんないんで、野島さんでいいですかね。野島さんと申します。毎度ありがとうございますと。この度は商品手配にお時間いただいており、誠に申し訳ございません。頂戴しててね。まあ、別にそれは問題ないんですけど、で、まあ、自分がね、気になった点は、そちらが適当な代用していたんじゃないのかっていうのが気になってたんで、お問い合わせの件、当店にて再度確認いたしましたところ、まあ、再度確認したらしいですね。前回も確認したようですね。わかんないけど。ご注文後に在庫ありにて表示されておりましたが、お客様より後にご注文されたお客様へ出荷してしまっております履歴はございませんでした。まあ、ちょっと変なね、ニュアンスになってるんだけどね。この度は誤ってご案内してしまい誠に申し訳ございません。重ねて深くお詫び申し上げます。適当。まあ、そんな感じですね。うん。っていう感じです。まあ、指摘されたからね、ちゃんと調べたんだろうね。うん、1回目は調べてなくて、2回目調べたら、あ、売ってたってマジっつって。で、まあね、そっから先この返事ですよね。うんと、お客様より後にご注文されたお客様へ出荷してしまった履歴はございませんって、しまっております履歴はございませんでした。まあよくわかんないけどね。うん。まあこちらとしてはもうこれ調べようがないんでね。まあツイッターとかいろんなやつ調べたら、もしかしたら在庫ありで購入できたよ、わい、今日届いたよっていうのを探せば出てくるかもしれないけど、まあ基本的にはね、もう探すことも調べることもできない内容なので、まあこれ以上ね、突っ込むつもりはないんですけれど、まあ、良くないよね、対応としてっていう。うん、自分、前回お勧めしたんで、野島さんが多分一番安く買えるよ、つって、お勧めして、上でこの返事が来たんでね、まあ一応いい点、お伝えすることもあれば、自分の場合は、別に、野島さんから何かもらってるわけじゃないからね、良くないと思った時は良くないと思うし、実際ね、野島さん自体はいろんなものを最安値、ね、自分もよく購入するからね、してるんで、めちゃくちゃいいとは思うんですけれど、たまにね、こういう、ちょっと対応が、やっぱ、安く売ってるがゆえにね、すげえ問い合わせとか来るんでしょうね、多分。うん。いっぱい質問や問い合わせが来るから、まあ、きついんでしょうね、そのサポートセンター自体も。だけど、だからって言ってね、適当に対応していいかって言ったら、ま、どうかなっていうので、今回、まあ、今31日の時点だけど商品届いてないし、なんか大人気商品なんでね、入荷予定もまだついていなくて、いつ届くかもわかんないよっていうお返事が来ている状態ですね、なので、まあ、本当はね、早く触りたいなと思っていたんですけれど、まあ、届かない。プラス、まあ、すげえね、適当な対応されてしまったので、っていうね、ことも込めて動画の方させてもらいましたっていう風にね、まあちょっと悲しい感じ、うん、怒りな感じでね、動画の方撮ったんですけれど、まあ実際的にはね、まあそこまで元々予約でその入荷次第っていうのはね、分かってたので、まああんな変な返事さえ来てなかったりとかね、在庫ありで販売とかされてなければ元々気にすることではなかったので、まあある意味ね、ネタ動画として一本撮れたんで、まあ別に怒ってはいないんですけどねっていう内容で締めさせてもらおうと思うんですけれど、まあ皆さんね、iPad。まあ野島さんで買うと今のところだいぶ時間かかってしまうようなので、まあ Apple なりね、他のところで在庫ありであればすぐ欲しい方はね、ここではなく購入されるのもいいと思うし、まだね、ここもポイント倍付けサービスとかやってるんでね、まあそういうのを狙って最安で買いたいのであれば野島さんで買うのもいいと思いますし、っていう感じで今回動画の終わろうと思います。よろしければチャンネル登録、いいね、コメントをぜひぜひください。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。